桂春男児、三代目、桂春男児、三代目桂春男児三代目桂春男児1930年3月25日から2016年1月9日は、落語家。本名、河合はじめ、大阪府大阪市出身、旧自体を春男児。所属事務所は、小畜芸能に所属していた、情報落語協会会員、相談役、第三代会長。出返は、 野崎。二代目、桂春男児は、ジップ、河本・和ズは義母。実母とは種別している。兄が創生したため、長男の扱いであった。何は商業学校、現在の大阪体育大学並小高等学校、では、野球部で夜まで練習する生活を送った。卒業後、兵庫県宝塚市の自動車部品販売会社で、サラリーマンとなる。 本人にも父にも落語家の道に進む考えはなかった。短期間で退職、上司との喧嘩が原因という後に自宅にいたところ、父の九州巡業、漫才師、浪曲師、記述師などと一座を組んで講演していたに、荷物持ち検察用係として同行した。劇場で常に客席に待機している間に、父の持ちネタである、より愛しを聞き覚える。博多の講演で急病になった。 漫才師の穴埋めとして舞台に上がり、より愛師を演じた。客からの受けは良かったものの、足が痺れて立ち上がれず、降りた鈍調の裏で這いながら、袖に引き上げたという。落語家はええなぁと感じて、帰範後に父に弟子入りを申し出る。約半年を経た1947年4月1日に、正式に入門、桂小春を名乗った。 入門から半年後の1947年10月に、初代、小福亭松之助、後の六代目小福亭昇格が二代目、極道湖南涼、後の三代目、極道南涼らと共に、勇刊し、新大阪新聞の講演で始めた、落語新人会二三。当時情報落語家は十数人しかおらず、桂春助が、楽屋に、今、十人の話しかがいとりまっけどな、 一年に一人ずつ、死によったら、もう落語はない年境に、聞くねやったら今のうちと、枕で話すような状況であった。そんな中、ほぼ同時期に、情報落語に入った小春、松之助、1948年から小福亭、光鶴、桂あやめ、後の五代目、桂文英三代目、桂米長、代目、桂米米之助ら若手は、複数の新人会に出演し、 1948年が秋に、さえずり会というグループを結成した。この時期、情報落語会は一度恵比寿橋小区に結集しながら、五代目小福定上閣と反目した、丹波九里丸が二代目春団子を誘って旗上げした、何は新世三遊派に分裂した状態だった。さえずり会は、講演者からの指示を受けて、この修復にあたり、 この際小春は父である春団子を説得している。同様に松之助から解明していた小福亭光鶴は父の昇格を説得した。これにより、1949年4月に両者が合同する形で関西園芸協会が結成され、分裂状態が解消された。1950年4月、二代目、桂福団地を襲名。この年は、初代、 春団寺の十七回期にあたり、襲名工業は、初代、春団寺の追善を兼ねて行われた。この工業に出演していた五代目昇格は三日目で、病に倒れ、三ヶ月後に死去する。1952年三月からは、小林十三の後押しで始まった、宝塚若手落語会に参加する。1953年二月二十五日に、父の二代目春団寺が死去。 1953年に、昭福帝光鶴が四代目エダズルを襲名する。際に、枝ダツルと共に、宝塚落語会を脱会して、エビス橋小畜に戻っている。1957年に結成された、情報落語協会では枝鶴、枝ダツ米朝、三代目カツラ文枝、田、カツラより海名らと共に、漢字の一人となる。この頃、この四人に三代目、 林や染丸を加えた五人を、情報落語五人男と呼ぶうになり、やがて、染丸を除いて、情報落語の四天皇という呼び方がなされるようになった。1五十九年三月、三代目、かつら男児を襲名。この三年前に、初代春男児を描いた映画、世にも、面白い男の一生、かつら男児、監督、木村敬吾、主演。 森重久屋が公開されたことがその背景にあり、過月亭九里丸、丹波家より屋号を変更していたからは、今が襲名のチャンスやで、とバックアップを受けた。襲名披露に先立ち、初代、春男児の伝説にちなんだ朱塗りの人力者、詳細は、初代春団の子、人物、エピソードを参照を、赤番店のシャフが引き、自らも赤系の着衣という、 赤づくしの姿で挨拶回りをした。同年10月には襲名披露を兼ねる形で、東京の寄せ、鈴本演芸場、新宿末広亭人形町末広に出演した。このように、当時の髪型の落語家として、早くから情報落語の関東への普及に努めた。1977年、体調不良、高血圧で辞任した、小亭の後任として、 情報落語協会会長に就任する、1983年まで。1981年には、関西演芸協会会長にも就任した。しかしこの年、異界用を患う。1984年、情報落語協会会長退任とともに相談役となる。1992年には、C 型肝炎に罹患。1996年3月に、 芸能生活50周年記念落語会、春団子祭りを、道頓堀の中座で開催した。落語と舞踊の二部構成で、二部で、初のお山舞踊、梅川を披露している、大阪のほか、東京、広島、内子町でも開催。50周年記念としてはこの他に記念パーティー、天皇寺とホテルや、写真集、後藤清三代目、桂春団子、研究所、 豊田前景、変、桂春男寺は、なしの世界も刊行された。2006年には、芸能生活60年戦災、華麗三代目、桂春男寺極め付き十番落語会を開催する。同年9月15日、常設寄せ、天馬天神繁盛亭のコケラ落としを記念して、赤い人力車の復元版に、桂三子、元。 六代カツラフが車引きを務める形で、乗り天神橋筋商店街でパレードを行った。この企画を三子が打診した際、実は、わしも、一遍乗ってみたかったんやと答えたという。前期の通り、赤い人力車自体には三代目春団寺宗明寺にも乗っている。四天皇の中で、半城亭の講座に上がった、唯一の人物でもある。 同年9月30日には初主演映画、そうかもしれない、監督、保坂信彦が公開された。この映画により、翌2007年に大阪シネマフェスティバル、主演団優勝を受賞している。2008年には映画、人のセックスを笑うな、監督、井口奈美にも出演した。2008年3月28日には、記事を記念して、記事記念、桂春男児落語会。 東西下の円マイナスが開催される30日まで。晩年には情報落語会の最古参で幕内では桂米長を米朝君、米長君小福亭松之助を、松ちゃんと唯一言える話家であった。2013年5月頃から体調を崩し、療養中であった。その前後には爪を痛めたり、 店頭でのあばら骨の日々などで講座から離れていたが2015年10月3日、出演予定であった堺市立東文化会館で行われる、桂春男寺生誕85年記念三代目、桂春男寺一門会のトークコーナーも直前に欠席した。2015年3月に三代目、桂米長が死去した際には、僕にとっては代所や、 親子茶屋を教えてもらい師匠のような存在。残された四天皇も僕一人になり、寂しい思いでいっぱいですというコメントを出した。この米朝追悼のコメントにある通り、四天皇の最後の存命者であったが、米朝の死去から10ヶ月後の2016年1月9日に、心不全で他界した。没後の1月26日に、天馬天神藩上庭にて、六代目、桂文江を、 葬儀委員長として三代目、春男児の情報落語協会葬が取り行われた。春男児の名跡について、生前弟子に、実力者が多く四代目を誰にするかについては、悩んでおり、七人の弟子全員に継がせたいけど、名は一つとも言っていた。五十一歳の若さで病没した二代目、桂春長が存命なら、継がせるつもりだったと答えたという証言もある。その後、 2016年4月に池田市の豊島屋公園で追悼食事が行われた際に家族に対して自身の一周期なり三周期といった節目の時期に四代目を誰に襲名させるかについて弟子に伝えるよう遺書を残していたこと一旦は春団子は三代までの意向を示していたこと浜田大輔、後の三代目桂春長が弟子入りしたばかりの時期に 大介に四代目を襲名させる意向があったことが、桂春之ハや後援会長から明らかにされた。最終的に没後1年1ヶ月近くが経過した2017年2月2日に、桂春之ハが2018年春をめどに四代目、春男児を襲名することが発表され、2018年2月11日に、春之介が四代目を正式に襲名し、 松竹座での襲名披露公演をもって四代目、桂春男児を名乗っている。歌や芝居に表現される、春男児の破天荒でやたけたなキャラクターは三代目には、当てはまらず、むしろ、繊細、華麗という表現が三代目の芸風に当てはまる。語り口は、淡々としたあでやか。爆笑話を得意とした初代や二代目とはまた違う、上品さを持ち合わせており、その講座は、 綺麗なゲートも形容された。落語の導入部である枕を振らずに、いきなり本題に入る方を取っていた。晩年には、若手の落語の導入前の話を、枕とは言わずただの世間話と苦言を提し、本題より枕が受けるのはどうかという考えを持っていた。情報落語の特徴である現代は使わなかった。ただし、代償、より愛酒では稀に使用する場合もあった。 大阪の演芸会では、三代目といえば三代目、春団子を指す。ちなみに、六代目は、正福天昇格である。四天皇と並び称された米朝と文江は、それぞれ先代が短期間の名乗りだったこと、襲名が六十代に入ってからだったという事情があり、同様の略され方をされることはない。三代目は、その持ちネタの少なさで有名である。 演じないものはできないのではなく、口座にかけられるものにならないから出さず、その結果として完璧にやれる、ネタしか口座にかけなくなった。その代わり、演じるものについては講座にかけるたびに練り上げるというスタンスであった。ちなみに、師匠の二代目春団児からは、風呂敷でっちのみ差し向かいで稽古してもらい、宿の詩は、病床で筋のみ伝えてもらった、小褒め、お玉牛。 野崎参まいりは二代目立花や花立花、いかけや、高尾は四代目、桂文壇寺、そして、大償、皿屋敷、親子茶屋、色ごと寝とい、始末の極意は三代目米朝に稽古をつけてもらったと、インタビューなどで答えている。春段寺襲名が決まった後、米朝から主席で、三代目春段寺を継ぐのに十夜、そこいらのネタ数でどないすんね。と指摘されて、抗論となったが、 翌日、米長の下宿に赴き、あれから帰って、いろいろ考えてみたら、米長君、君の言う通りやったと頭を下げて稽古をつけるよう、懇願し、米長は最初前夜のことを折れていたという。米長は、あんたの気持ちが嬉しい境、代償をやる。そや境やる限りは、わしはしばらくこのネタをやらんつもりやと答えたという。 香川としちょと米朝のインタビュー記事で三代目の話題になったとき、若い時期は遊んでばかりいて言いにくいが、あまり稽古は熱心ではなかったと米朝が発言したことに対し、香川は自分もそう思い以前一緒に飲んだ折に思い切って恥を忍んで聞くが、一体いくつ落語のネタができるかとの問いに、親父や花立ち話などの師匠連に稽古をつけてもらっていない、ネタはくて、舞台では、 演じることはできないが70席はできると答えて安心したと答えている胸の記事がある20年以上前に読演会で3枚記章を出すと稽古をしていたと弟子の何人かは証言してい,いが実際には出来栄えに納得できず演じられることがなかった幻の演目となっている講座で羽織を脱ぐ仕草が話の邪魔になるとの考えから両手でそれぞれの羽織の袖口をつかみ一挙に 後ろ手で落とす脱ぎ方を始めた。一度、羽織と着物の袖を間違って引っ張る失敗をしてからは、羽織の方はサイズを大きめに作った。没後、紐の身が桂春之ハに伝えられた。桂南光は不法に接して、これが真似できないんです。これ、落語家は、大概の人が真似してるんですが、いい着物を買ったんですけど、喋りながら羽織だけ引っ張るのが難しいと述っている。 羽織の縫い方は、桂春ラが継承している。三村流、一時藤間流舞の名手でもあり、福団知事代は、舞台でしばしば粋な寄せ踊りを披露していた。同じ三村流の演者であった三代目、小福亭福松に、京都の復帰等の楽屋で舞台が終わった後に直接、稽古をつけてもらっている。春団地集面を準備していた頃に、六代目、昇格から、 襲名するならそろそろ話に力を入れなはれと言われ、襲名後は、講座では、ほとんどやらなくなった。しかし、この舞踊の素養が春男児の落語に生きているのは、自他共に認めるところであった、小佐田貞田を、話の魚落語副特本、桂米朝芸、これ一生他。か春風帝子浅最枠、東西の落語会をやる時には、絶対に出演していただきたい。 広めがある時には必ず工場に並んでほしい、そう多くの後輩が願う師匠。東京の落語家で直接話を教わった人物は多くないものの、その多くない人物のうちの一人で怖さの弟子である。ご名老玉のタスクは、お玉牛の稽古をつけてもらったことがある。同業者への辛口の批評でも知られた、立川男子も、春男児さんは特別だよと公言していた。 三代目もまた、春男児の家系に漏れず主語であり、女性に人気があった。女性関係については、二十代の頃の手帳には、百人近くもの女性の電話番号が記載されていたという。結婚後も、初夜から朝帰りするほどで、怒って実家に戻った夫人が、両親から女の一人や二人もできない芸人は伸びない。お前はそれを承知でと継いだはずでは。 と逆に悟されたという逸話が弟子に対しても、例えば、桂春之ハに、彼女とのホテル代を出すようなこともあったという。酒については元来は下戸であった。入門当初、師匠の二代目から芸に、深みが出るためとして進められて稽古をつけられて、飲むようになった。最初の頃は酔っ払ってしまい二代目に担がれ帰宅することが多かったとのこと。ただ、講座では、 酔っぱらいが登場する話はほとんど手がけていない。人によっては、最初から最後まで、同じ調子で酔っている話家がいる。酒を飲んでいるのなら、自然に酔っていかなければという持論があり、六代目、昇格と、七、二代目の衰退表現を高く評価していた。三代目は妙石を1959年に29歳で、ついだが、破天荒な振る舞いと明るい芸風で、 爆笑王の名を欲しいままにした、初代、初代の芸風を継いだ二代目の重圧は凄まじく、襲名から五十年経っても、少しでも間違うたら、看板に、傷がつきかねんとの恐怖は、心のどこかにあると語っていた。子供の頃から体を動かすことが好きで釣りもよく、やっていた、前期の通り、何は商業学校時代は、野球部に所属した。かつて、 大阪南馬を本拠地としていた南海ホークスの大ファンであった。自身の草野球チームのヘアーズ、カツラとヘアをかけて、命名では、ホークスのロゴをパロディで似せた書体で、ヒアーズとユニフォームに書いていた。ちなみに、南海の対戦チームであった、日本ハムのテレビ CM、白い荒引き、ミュンヘナーに出演していた。体型は大柄だった父と異なり、壮年、老齢に至るまで、 終始細身であった。講座での流暢な語り口と対照的に、電話口では、とても不明瞭で、聞き取りにくい声のため、電話の応対に出た、前座時代の桂ら弱弱が誰だかわからず、師匠の桂ら弱にそのまま伝えると、切って前へ。と本当に電話を切らせたことがある。入門順。孫弟子など、詳細は、春男児一問を参照。 一時期日の長男も弟子として父の名乗った由緒ある名前の桂小春を名乗って入門したものの後に落語家を廃業している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。